とりあえず、ナミルシャン使ってきまーす。ええ、ロガー。ヤトさんの配信見てると上手くなれます。知らんけど。ああ、確かに。そうそうそう。アリカさん、シャルルって人の動画見たら上手くなります。責任は負いません。やるか。高山さん、ランクで出会った野菜の強いベトナム人と友達になったらランク上がりました。何その、なんか、マルチみたいな。すごい戦いしてない？味方が倒されました。リーシン来てる。怖すぎ笑った。敵を倒しました。おや。生きろ！生きろ！野菜の強いって何の因果だろう。確かに野菜って何だろう。奴らを完全に浄化する。ケントさん、上のランクの筆とかに対人一緒に行ってもらってアドバイスもらうのとかいいよ。あ、そうね。野菜ってなんだ。入ってなんだ。入んねえな。やっぱ秒で回した方がいいですかね。いや別にソロでもいいと思うよ。全然上がる全然上がる。てか 56% あるんだったら回せば上がる。先試合やったら。全試合やったらだって何十試合勝ち越せるよ。120試合ぐらい勝ち越せない。野生ね。高山さん、バレてた。そうです、野生です。ゼディーが64だから100回で12増えますね。ねえ、めちゃめちゃ勝率高いやん。敵を倒しました。ナイス。味方が倒されました。ね、上がりそうだよね。高山さん、うまくね。うわぁ、おや、あれミッドキャンプされてるのに倒したー。ついに倒した。花岡さんは？高山さん、未来予知バブル見えてたね。アリカさん、ナミちゃん、フラッシュで相手がいいよ、切るのを予測して。フラッシュ先に置いてあげてってやつや。天才かよ。この波天才かよ。気を組んじゃうよ、こんなの。気をで行きませんか？言いたくなるよな。
ミシン怖いな。行くの無理だな。ドラゴンを攻撃。引き金など。敵チームはドラゴンを倒しました。掘り終わりだー。高山さん、そういえばさっきの激アツガレンか。そうそうそう。やべ、マジか。そんなウォンボコンボがあるとは。ミシンうまそうね。まあ待って、そう来てるかな。キユウさん、マクロに自信ないうち測っててもなんで勝ってるかわからないから勝率よくても不安になっちゃう。ピンナナさん、やったろう。やハロボットレーンのタワーが攻撃されて、で敵を倒しました。ランページ最初のタワーが破壊されます。ナナさん、ドル口座見てるからマクロ端越し自信ある。ピンナナさん、ヤッチョさんに詰めてるんですか。わら、俺さっき寝てた。ミシン来るかな。無理だな、さすがに。ドキリアンだ。帰ればよかった。はい。かっこいい。うまい。ナナさん、ルシアン楽しそう。ああ。ルシアンおもろいよ。うまいね。アルマニア、ミルシアンだな。ミルシアンがいっちゃええわ。あ、やばい、ブリンク。あー、ウルト来るかと思った、フラッシュ来るかと思った。あー、これデッドサイド行ってくれないパティンソン。無念のトップ戻り。出るか。でも、あ、ブログ代行した男さん、いいフラッシュお腹で死んでましたね。ね、ナナさん、回復用がない。相手誰が湧いてるこれ。
あれだっけ、あ、カルマか。敵のタワーを破壊しました。ググのビルドすげえな。俺ドラクサー初手のググ初めて見たわ。入ってないの大丈夫これ。みんなさん先輩ですか。んだい、メズルと言ってよ。インセックだけ怖かった。トップレーンのタワーが攻撃されている。タワーが破壊されました。シャットダウン移動中です。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。トップレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。ルシアン買うかな。いや、ルシアン買った方がいいよ。ルシアン最強よ。ルシアン、ミッドレーンのタワーが攻撃されています。トップレーンのタワーが攻撃されています。ケイトリーはね、ちょっとパワーがないよね。高山さん、やっとルシアンならワイリフ点火されそう。破壊されました。全然そこまで全然うまくないよ俺。ブロゴ代壊した男さん、サイドスキルとか持ってないのにドラクターとかって強いの。あんま強くない。ドラクターとかいうアイテムが強くないね今。俺はクリットの方が好きだな。なんかその方が型ってなんかちょっとなんかヒルヘイストで回すのと結局なんだろう、粘り強く戦うみたいなのがあるかな。 HP 確保してで、こっち側の方が強いと思うけど、まあ硬い相手だったらね、どっちでもいいかも。愛入れてえな。これサイド、ちょサイド行ってほしいな。高山さん、シャドウエンちゃんと帰ってきてほしい。うん、明かり、明かりうざうもん。ナルさん、ゲートリンハトラップうまく使えばダメージ相当出る。いやね、出るんだけどね、弱いね。メタにあってはないね。惜しいんだよな、あいつ。ダンメシアンさん、おはよう。おタルメッシュ何しよった最近。オブシディアさん、はじめまして、おはようございます。マジか、ありがとうございます。危ない、蹴られたら死ぬ。危ねえ、帰ろ。オブシディアさん、はじめまして、おはようございます。味方が倒されました。ダルメシアンさん、すやすやね、取ったわい、わら。いやいや、最近なんかおらんかったやろ、お前。心配したぞ。最近、あれ最近、ダルメシアンいなくねっダメージトレード相当かけます。でもね、いや連戦で勝っても意味がないっていうのがこのゲームのミソなんよね。悲しいとこ、なんかゲートリンって腐ったら何もできないよね。そう、悲しいとこなのよね。確かに4スノーボールできればまあ強いっちゃ強いけど、ルシアンは強いよ割と。うわぁ、マジか。そうなんやね。多分、K
ケイトリに勝てるんだったら多分ね、ルシアンだったらもっと勝てちゃうのよね。惜しいのよ。絶対ケイトリでも勝てるとはもう勝てるわ。勝ては勝てるんだけどね。より勝ちやすいのはどっちかっていう。あ、いや、今別に。なんだろう。渡ってきたら引き込めるなと思ったんだけどね。グブじゃない、グレイブスじゃない、誰だっけ。ダガスのダメージが意外と痛かった。アリカさん、サモリスならねー。うぜ、来てない来てない。ホテル、君むっちゃ強いよ、ちなみに。うん、使わないね。でね、ケイトリンの、パワー不足を感じてしまった。パワー不足すぎた。あ、やべ、当たりにちった。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。ベインさん、後ろにやってみようかな。うん、あ、ベインも強いよ、ベインも。あ、こういう試合でケイトリン多分何にもできん。味方が倒されました。ケントさん、いろんなキャラがいると思う。やべ、アリカさん、サリスの球場上の人で。高山さん、俺も一応。いやー、んでギリ落ちれんねん。倍しとけばな、愛しとけば落ちたな。これが、うん、ビルドが悪いな、それ。ビルドが悪すぎる、グブの。グブさんのビルディングが悪いっすね、これ。多分、こんだけ金持ってたら全員やれるんだけど。ねケイトリンが弱い理由はね、連戦が強いのにね、連戦が試合の勝敗にあまり影響しないことだね。ブロゴ代行した男さん、積みたいもの積み込みましたかなるな、わら。うん、絶対モータルリマインでいらんしな。あ、瀬戸帰っちゃった。セトめっちゃいいとこいたのに。意外とレベル高いな。この時間レベル高いね。なんでや、なんでや。え、おいっちゃん強いやつ。え、ちょ待って待って待って、なんでや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 。勝てるやろ。
俺二人おらんなったけどな。取られたらやべえんだよな。いや、カーテンがついてるわけじゃない。いてえよ、いてえな、勝てえな、てか敵がどんだけ殴りゃええねん。すごい回復量。フルヘルスです。敵を倒しました。いいんだ。アリカさん、エルダーの方向来た。ね、イエーイ、ジジー。おケイトリンじゃきついでしょ。リーシンキックやソウルトでも死んでるよ多分。42000ダマゲー。ジジー。